福竜は日本海軍の水雷艇。日清戦争での露角艇。官名は清時代の官名の福竜をそのまま受け継いだ。竣工当初は福建水師所属で福の字のついた名の艦が多く所属していた。本艇はドイツ C 社右社で1886年に竣工した。 小鷹と同様の大型の水雷艇である。新国海軍北洋水士に編入されて、日清戦争に参戦。公開海,海戦では、海軍軍令部長、河山助則海軍中将が上官する、巡洋艦大洋、西京丸に40メートルまで近づいて、来撃を実施するなど奮闘した。1895年の異海英攻略において、新国水雷艇は2月7日に、 湾からの脱出を図った。しかしほとんどの帝は、格座や転覆により失われ、本帝は日本軍に降伏、そのまま日本軍で使用された。2月27日に日本海軍籍に編入。日清戦争後は、同系艦がないため竹式用後部に所属し主に、朝鮮半島沿岸の警備に従事した。1902年に老朽化した記者艦から、 水管管へとボイラーを交換し、単煙突から日本煙突にと、管型が変化している。日露戦争では、クレチンジュフ所属の第五艇隊の機関となり、日本海海戦にも参戦したが戦闘には参加できなかった。1908年に除籍。信号不厚厚天付け画像1、4月4日、軍艦スマその他の艦船へ、電風の信号不厚厚手新章告示。 帝新章国時代71公軍艦スマその他の、感染へ、天腐の新興府あざは左の女子明治28年4月4日、帝新大臣、渡辺国武新興府あざ感染名、GQHC スマスマ、ま、GQHD 副流副流読みは、いずれも童貞が、明治30年代に撮影された写真の、原則の低名表記より、副利用ではない。山高。 P92 ライト2000、ピアニッシモ、101から102、ライト2000、P103、帝国水雷帝が増一、912月27日捕獲、記憶に水雷帝復流を、帝国水雷帝とス海軍将たち、海軍将たち、第9捕獲、記憶に水雷帝復流を、帝国水雷帝と、テメラル明治十八年二月十七日海軍大臣白尺、西郷つぐみち、 ありがとうございます。